もう本当につい最近ですね、9日、10日の日に経験したことなんですが、はい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 、まあ、たまたま10日の日金曜日で主人が休みで家におりまして、息子も主人の実家に遊びに行ってて、こう家に2人でいたわけなんですよ、珍しく、その時にまあ、お昼ご飯を食べに行こうと出かけて、その場でお墓参りに行かないかっていう話になったんですね、はい、で思いついたらもう唐突に行こうって言い出す人なので、あ、もう時間的にちょっとお昼回っちゃってるし、お墓参りこれからってどうなんだろうとかって思ったんですよ。もう1時2時ぐらいだったんですかね、あ、ちょっと遅めのお昼ご飯で、これから出かけると多分3時近くなっちゃうんじゃないのって、ちょっとお墓参り行くのにその時間はねっていうのがあったので、ちょっと私は渋ってたんですね。はい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 、ただもう主人は思い立ったら行動しないと嫌な人なので、はいはいはい、いやもうお墓参りお墓参り、お前行きたくないからそんなこと言ってんだろうとかって言われちゃったのでなるほど、ね、もうしょうがないわと思ってで主人の母方のお寺さんのあるところにまず一番最初にお参りに行ったんですよ。はい、で私たちがいたお店からそのお寺さんまではやっぱり 3,40 分車でかかるので、着いたのがやっぱり3時ちょっと回ったぐらいだったと思ったんですね。あ、で神社仏閣なんかでもそうなんですけれども、お参りに行っていい時間とやっぱりやめた方がいい時間帯があるって言うじゃないですか。そうですね、空気がやっぱりプラスの方に動いている午前中にお参りはするべきで、やっぱりこう正午を挟んでマイナスの方に移動してくる午後にはなるべくお参りをしない方がいいっていう、でお墓参りにもやっぱりそういうのがあるので、なるべくだったらこう午前中に行ってくれれば午前中に行ったのにっていう思いがあったんですよ。はい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 、でも特にこれから夕方になるっていう時間になるべくだったら行きたくないなと思ってたんですけれども、はい、もうね車動き始めちゃってたので、もうこれは仕方がないやと思って腹をくくってじゃあ付き合うわということで、こう移動してて、途中でお花とお線香と買わせていただいて、でまあお寺に着いたんですけれども、そこは何度か法事で利用させてもらったことのある場所で、はい、でまあ、本堂の方に入ったのは1回しかないんですけれども、ただいつ行ってもあまり人気がないところなんですね。あ、やっぱりご住職なんかご自宅の方に用がなければ引っ込んでらっしゃると思うので、いつお参りに行っても、まあ、なんとなく閑散としてるっていうような感じなんですよ。あ、でそこの本堂の裏に墓地があるんですけれども、うちの主人の母方のお墓っていうのはその一番奥の方にありまして、はい、もう端っこでそこから先はよその畑になっちゃうよっていうような場所なんですよ。でここだったよねってこうお水を汲んで持って行って、で1週間ぐらい前になんか実家のご両親がお参りに来てたそうで、お花なんかももう暑いので全部枯れてしまって、もうお水が腐った匂いがすごいこう充満してたんですね。はい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 、でいやもうこれはまずいわっていうので慌ててそのお水を変えて中の鼻筒をきれいに洗ってやってて、こう主人がもう中まで手突っ込んで洗ってくれたので、じゃあ井戸のところで手を洗いに行ってきて、私その間にここきれいにしとくからってお墓の周りこうお水で清めたりしてたんですね。はい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 、でそしたら後ろの方でこう砂利になってるんですけれども、砂利道をこう歩き回る音がするんですよ。でちょうど私がお墓に向かって立ってて、そこから私の背中の方からずっと奥にお墓が続いている状態なんですよ。はい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 、私の前にはもうそこの実家のお墓があって、そのすぐ向こうはお堂になってるんですね。はい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 、でこう見回すとぐるっと墓地全体が見回せる場所にいるんですけれども、こうあれ誰か他に参拝者がいらっしゃるのかなと思って振り向いたら誰もいらっしゃらないんですよ。あれと思って、でしゃがんでこう草取ってたりとかすると見えないので、はい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 、もしかしたら誰かがこうしゃがんでゴミ拾ったりしてるのかもしれないと思って、で私はまあゴミ拾ったりですとかこうお水かけたりとかしてたんですけれども、はいはい、そしたら後ろの方でやっぱり外場がありますよね、外場が鳴るんですよ。カタ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 って鳴るんですよ。
か風も吹いてないのになるんですよ。ええー、と思って、でこう何回か鳴るので振り向いて確認するんですけれども、やっぱりどなたもいらっしゃらないんですね。であのある一箇所からだけその音がするんですよ。あの墓地の全体ではなくて、ある特定の場所からその音がするんですよ。なるほどね。でその砂利を踏む足音もそこからするんですよ。いやーこれは参ったなと思って、やっぱりちょっと時間的にやばい時間帯にお参りに来ちゃったなと思って、もうこれはすぐにお線香あげて帰らなきゃと思ったんですけど、なかなか主人が戻ってこないんですよ。あの水道じゃなくて井戸なので、こう井戸でポンプでこう汲み上げなきゃいけないものなので、はい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 、もうあの一人で手洗ったりするのに多分手間取ってたんだと思うんですけれども、でいやーちょっと、ね、私こんなところでアンテナ開いてる場合じゃないわと思って、であのうちの実家のお墓のこう区画がありますよね、でその区画の外にお地蔵さんが一体立ってるんですよ。はい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 、ちっちゃい40、50センチのお地蔵さんなんですけども立ってるんですが、それがあのお墓と同じ向きではなくて、はい、外を向いてるんですよ。ほあのこうお墓に対して、お墓にあの、まあ、直角に背中を向く形でその隣のよその畑の方を向いてるんですね。であのそのお地蔵さんが随分前からあるのは気がついてたんですけれども、うちの実家のどなたもその由来を知らないんです。そうなんですか。聞いたんです私、あのそこにあるお地蔵ってお地蔵さんなんですかって聞いたんです。はいはいはい、そしたら彼のお母さんも知らないっていう、あの兄弟の方も知らないって言って、であのうちの主人に聞いても、そんなのあったっけっていうぐらい気がついてないんですよ。でそれでなんかすごく気になってるんですけど、なんでその敷地の方なくて敷地の外を向いたなっていうのがすごく気になってて、ですよね、でもそれをこうお寺さんに聞くわけにもいかなくて、はい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 、はい、なんかもしかするとここまでがこの寺の敷地位置で、こっかって来ないでくださいねみたいな感じで外を向いてるのか、それともなんかちょっと別の理由があって向いてるのかわからないんですけれども、もうそれも気になって、ずっと気になってましたし、あの行くと毎回感じるんですけれども、すごく雰囲気が寂しいんですよ。お寺の墓地にしてはなんかそんなにお経が上がってるような気がしないなっていうぐらいこう、一歩入ると寂れた感じなんですね。でまあそうこう嫌だなと思いながらこう綺麗にして、であとはもうお線香つけるだけって思ってる時に主人が戻ってきたので、はい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 、ちょっとそういう話をすると嫌がる人なもんですから、怖がりなもんですから、もうちょっとそこでは言わないでお線香をあげて、であの、まあ、今年もこうやってお参りに来ましたっていうことで、遅くなってどうもすいませんっていうことでお参りさせてもらったんですけれども、はいはいはい、はい、あの帰るまでずっと後ろで外場が鳴ってるんですよ。そうなんですか。主人は気がついてないんです。そうなんですか。そうなんです。で帰りの車の中で、風吹いてないのに後ろでずっとカタ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 外場が鳴ってたよねって言ったら、そうなのって言われちゃって、いや鳴ってたでしょって言ったら、いや気がつかなかったって、通るときにそこの前通るけど気がつかなかったって聞いたら、いやわかんないって言うんですよね。だから物理的になってたのか私だけが聞いてるのかわからないんですよ。だから2人で行ったので、他にもし誰かいて、いや鳴ってたじゃないって言えば他の人にも聞こえてるんだなって思うんですけれども、あの私と主人しかいなくて、主人は聞いてないって、わかんない、私は聞いてる、ずっと鳴ってたっていう。だから本当に鳴ってて物理的に音がしてたのか、私だけに聞こえてたのか、どっちかなーっていう。ああ、なるほどね。もうずっと同じ場所で音がするんですよ。ちょうどお墓の真ん中ぐらいかな、墓地の真ん中ぐらいのところから、こう風でカタ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 って鳴ってるのがずっと聞こえてるんですね。でちょっと途切れてまたカタ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 って鳴り始めるんですよ。そうか、風もないのになってるっていうのがもう、そうなんです、
でこう振り返ると揺れてる様子は見えないんですよ。ああのこうなんていうんだろう、アルミの柵みたいなところにこう立てて、はい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 、あれが別にこう揺れてるっていうのは見えないんですよ。だからどこら辺で鳴ってんのかなってこうじっと探すような感じになっちゃうんですけれども、でも多分あそこら辺で鳴ってるっていうのがこう砂利を踏む足音がするところなんですよ。だからいやなんか人が来たからうちにもって思って来てるのかなと思って、なんかどうもこうお花の様子なんかを見ると、あんまりお参りに人が来てるような様子ではないなっていうのが見えちゃったので、なんか、うん、だからもうちょっとお参り終わって帰るときに、いやもうあの見ないと思って、こう見ちゃうとやっぱりねアンテナそっちに向いてるなって分かられたって嫌なので、そうですね、まああのよそのお墓は見ないとか思って、そうですね。もうあの主人に待ってよって言われながらタッ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 と歩いてでもう一軒行くんだから行くよとか言って、もう急いで帰りましたけれども。なるほどね。でもう一軒父方の方の墓地にもお参りに行ったんですけれども、もうそこは全然雰囲気が違うんですよ。そこは霊園なんですけれども、あの他に人がいらっしゃったっていうのもあるかもしれないですけど、あすごいこう雰囲気が明るくて、あの特にこうなんかすごく嫌だなとか暗いなとかっていうイメージは受けなくて、こう行っても普通にお参りして、あお参りすんだねって帰ってこれたような状態だったんですね。あそこのお寺さんのお墓だけはもういつ行ってもあんまり気持ちのいいもんじゃないんですけれども、ちょっと今回はいや時間失敗したと思って。お地蔵さんも不思議ですよね。今ちょうどね、いつきさんがそのお地蔵さんのお話されてたじゃないですか。はい。ちょうどあの時なんかスカイプおかしかったですね。なんかおかしかったですね。なんかちょっと音切れてましたね。ね、音切れてるし、ちょうどいつきさんの声がね、途切れちゃった。途切れてなんか声もわーんっていう形でこっち聞こえてたんですけどね。そうですね。あのこっちあの別のパソコンであのネトラジさん録音してるんですけど、はい。録音止まってるんですよ。勝手に。あ、なんだろうね、なんかさっきなんか、そうなんですよ。それぐらいから、あれ？と思って見たら、なんかあるんかもしれないですね。なんでしょうね、なんだろう、あの、水子地蔵とかってあるじゃないですか。はい、あります、あります、あります。あのぐらいの大きさのお地蔵さんなんですよ。お、でかいですね。いや、でも、そうなんです。だから、40センチぐらいかな。で、あの、石造りの掘ったお地蔵さんではなくて、陶器の焼いた形のお地蔵さんなんですね。あの、なんて言うんだろう、こう、尺状を持ってる形ではなくて、後ろにこう、ロケット型の光背のついた、焼き物の、こう、ちょっと光沢のある形のお地蔵さんなんですけれども、それがなんか、別に誰かがお参りに来てるっていう感じでもなくて、ただその、うちの区画に背中を向けて、外を見る形で立ってるんですよ。それがね、またね、予想を見ているっていうのがね。そうなんですよ。なんかちょっとね、あの、何なんだろうと思って、で前に何年か前に法要に行った時に、あの親族の方と一緒にお参りに行ったことがあるんですけれども、その時からあるんですね。でなんかな私が結婚する何年か前にそのお寺さんが区画の整理をしたっていう話は聞いたんですけれども、その時にたまたま移動させてそこに置いたものなのか、もっと何か別の用途があってそこにそういう形で置かれたものなのかが分からなくて、だからもう、気にしてるのは多分私だけなんです。親戚の方とかももう全然そういうものの存在自体が分かってないというか、全然気になさってないみたいで、もう普通にそこの前でお線香火つけたりとか、ゴミ丸めたりとかしてますから。だから、まあ、機会があって失礼に当たらなければお寺さんに聞いてもいいかなとは思ってるんですけれども。あそうですね、まあ、気になりますわねそれね。そうですね、なかなかそれをお聞きするタイミングもなくて、だから帰りにこう車に乗った時にいや実はずっとこういう風だったんだけどっていう話をしたらやめてとか言われてまたそういうこと言うとかって言われちゃったんで
だからもうせめて次からはお昼回らないうちにお墓参り行くんだったら行くっていう話をしてくれっていうので、ああなるほどですね、ちょっとこれから日が陰って、夕方のこう一番ね、こうぼんやりする時間帯にこういうところに来るっていうのは、お互いにあんまし良くないことなんでですね、うん、あのやっぱ黄昏時っていうのにそういう、ね、霊的な場所にあんまし足運ぶっていうのは良くないって言いますから、言いますよね、大体まあ行ってやっぱり2時が限界ですかね、ですよね、やっぱりもうお昼挟んで変わってきちゃいますから、大体私らもお墓参り行かせていただく、大体午前11時までには済ませるようにはしてますね。ですよね。ねえ、うちも母方の方のおばあちゃんなんかのお墓参り、ちょっと遠くに行くんですけどね、霊園が開くのが8時ぐらいなんですけど、はい、もう7時半ぐらい霊園開く前に着いてる状態ですからね、早く開けろよって門の前でね、早いですね。もう終わったらさそくさとね、よその母見ずに帰ってくるってことをやってるんですけどね、でもやっぱ霊園の中にやっぱお地蔵さんとかやっぱ見かけるのはやっぱあるけど、やっぱ外も行けるともう初めての話伺いましたね。そうなんですよ、大体お墓ってこう西向いて立ってたりするじゃないですか、はい、西側の世に行く道だから、極楽浄土の方位とかよく言いますからね、そうですよね、でも全然違う方向向いて立ってるものなので、だからそっからこう何か入ってくるなって見てるのか、守ってるのか、もしくはここから出ていくなって守ってるのか、どっちなのかしらと思って。気になるところですね。気になると、かなり気になるところです。お地蔵さんあるところっていうのはやっぱりなんかこうなんかありますからね。そうですね、やっぱ京都なんかも街中歩いてるとやっぱお地蔵さんがちらこちらやっぱあるんですよね。でそうですよね、やっぱりこう歴史大切してる、特にまあ地蔵盆という形でね、そうですね、特別にまあ行事されるっていうのでね、町内会でやったりするんですけども、はいね、昔いた知り合いなんですけどね、その方はシロアリ駆除の仕事されてたんですよ。はい、でシロアリ駆除するかどうしてもこう一見床下潜るわけなんですけどね、はい、で京都なんかのお仕事で来られた時はおっしゃってましたけど、京都の家の下っていうのはもうほとんどお地蔵さん埋まってるらしいですね。うわ、そうなんですか。もう京都だからちょっと怖いって言ってありましたね。怖いって言ってましたね、作業するのが、まあね、歴史が古いですから、やっぱり JR の京都駅建てる時なんですかね、なんかもうやっぱこう基礎工事するともうたくさん出てくるんでね、もうどうしようもないからまた埋めたっていうことあるんですけどね。まあこれも本当かどうかわかんないけどね、京都なんかこう地質調査なんか基礎工事するとある層だけは真っ黒い層があるらしいんですけどね、それはどうも応仁のなんで焼けた地層だっていう話もあるらしいんですけどね。ね、本当にありそうですね。そうですね、まあまあね、そうですよね。あとまあその外場のこのカンカン音というのは御国際さんの大曲時物語の本の中でもありましたからね、やっぱり あるんですよね、それでカン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 鳴ってるって、だからやっぱりそういうなんか知らせかなんかでね、鳴ってはったかもしれないですよね、なんか久しぶりに人が来たからっていうので鳴ってるのかなとか思いながら、 あるかもしれないですね。いや本当にもう午後に行くのをやめようと強く思いました。そうですね、もう次回からぜひ午前中で済ませていただくような形でね、午前中一番早い時間に済まして、もう心置きなくお参りして、そうですね、はい、また次回からそういう形でねお参りされるのをぜひぜひしてくださいでまたね、そのお地蔵さんなんかもし何か分かればまたぜひぜひ ね、ご報告いただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。神社仏閣なんかでもそうなんですけれども、お参りに行っていい時間とやっぱりやめた方がいい時間帯があるっていうじゃないですか。はい、そうですね、空気がやっぱりプラスの方に動いている午前中にお参りはするべきで、やっぱりこう正午を挟んでマイナスの方に移動してくる午後にはなるべくお参りをしない方がいいっていう、お墓参りにもやっぱりそういうのがあるので、もう本当につい最近ですね、9日、10日の日に経験したことなんですが、
まあ、たまたま10日の日金曜日で主人が休みで家におりまして、あの息子もあの主人の実家に遊びに行ってて、こう家に2人でいたわけなんですよ、珍しく、ちょっと遅めの昼ご飯で、これから出かけると多分3時近くなっちゃうんじゃないのって、ちょっと墓参り行くのにその時間はねっていうのがあったので、ちょっと私は渋ってたんですね。はい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 、ただもう主人は思い立ったら行動しないと嫌な人なので、はいはいはい、でもうお墓参りお墓参りお前行きたくないからそんなこと言ってんだろうとかって言われちゃったのでなるほど、ね、もうしょうがないわと、その時にあの、まあ、お昼ご飯を食べに行こうと出かけて、その場でお墓参りに行かないかっていう話になったんですね。はい。で、あの、思いついたらもう唐突に行こうって言い出す人なので、あ、もう時間的にちょっとお昼回っちゃってるし、お墓参りこれからってどうなんだろうとかって思ったんですよ。もう1時2時ぐらいだったんですかね。で、あの、主人の母方のあのお寺さんのあるところにまず一番最初にお参りに行ったんですよ。はい。で、あの、私たちがいたお店からそのお寺さんまではやっぱり 3,40 分車でかかるので、着いたのがやっぱり3時ちょっと回ったぐらいだったと思ったんですね。ああ。で、あの